やすこちゃん、ちょっと実はね、話があるんだけど。なに、改まって。いや、まあ、俺たちももう知り合ってから二十何年になるけども、うん、将来のことを考えてね、うん、お金のことちょっと投資をね、してみようじゃないかと思ってね。投資？投資はなんか怖い。不動産投資。あ、怖い。不動産って響きが怖い。不動産全然怖くないでしょ。ずっとお金をね、貯めといてもこれ年金がどうなるかわかんないです。わかんない、怖い。あとテレビのお仕事中心にやってきた俺たちがこのネットの波に今揉まれていろいろ大変だ。もう消えかかってる。大変だ、だから。大変、怖い。だからそこでお金をそのままにしといていいのか。投資を。その不動産はちょっと不安があるな。でもまあ何、今だったら投資で言ったら一番あれか、うん、仮想通貨とかさ、あれもっと怖い。怖い、だって仮想だもん。ないんだ、実体がないって。ちょっと意味がね、まだね、そう理解できない。今大事なこと言った、実体があるのが不動産だから。あ、そうか。物があるんだ。あ、そうか、物があるんだもん。そうか、仮想の不動産じゃないんだから。でも不動産ってでも、うん、地価が上がったり下がったり。そうね、それはある。地価の方と景気の流れもあるし、ね、でしょ。それに将来少子化になっちゃって、ね、はいはい、空き家がすごくできちゃうわけで、うん、そうすると今がもしや一番高いかもよ。じゃあ土地、ね、土地が乱高下する可能性もあるんで、人も少なくなってくる。 そんなの時に不動産投資大丈夫かと。そう、だって空き家がいっぱいあるんですよ。だっ、誰？私の家に誰？すいません、不動産鑑定士と、不動産投資コンサルタントしてる浅井幸子と申します。浅井幸子です。よろしくお願いします。はい、はい、確かにその通り、うん、その通り、指摘は合ってる。はい、購入するときはですね、しっかりとやっぱり市場調査していかなくてはいけない。素人ができます？まずは勉強ですよね。うん、失敗してる投資家さんって結構いらっしゃるんですね、うん、不動産投資で。で、なんで失敗するかというと、うん、何の知識もなく、何の勉強もしないで、すぐに買ってしまう。投資である限り、やっぱり勉強しないとリスクは必ずありますので、はい、私は不動産投資をする前に、まず本を20冊読みましょうというふうに、お伝えしてるんですけれども。その不動産に関する本を20冊、投資に関する本を20冊まずは勉強する。まずは読みましょう。どうしよう、作者が一緒だったら。一辺倒の同じ内容になっちゃうから、ね、土地の価値みたいなのが、じゃあどこが下がらないで、どこがこれから盛り上がるのかと。例えば、うん、武蔵小杉がこんなに盛り上がるなんて、ちょっと何年も前は思ってないけど、今すごいでしょ。今、武蔵小ってみんな。そうでしょ、多摩プラザとか、もっと、遠かったところがさ、ムサコを開発することによって、そこがまたベッドタウンになったりとか、うん、ここ最近急激に上がった土地みたいなのを狙うっていうのも、怖いですよね、きっとね。それはでも、うん、すごいありで、実はすごい、天野さん鋭いなと思ったんですけど、武蔵小杉の話って、あれって再開発したから不動産の価格が上がったんですよ、はい、で、再開発って何年も前から発表してるんですよ。うんうんうん、こういうことやるよと。でしかも用地を買収していかなくてはいけないので、一個一個すごい時間がかかるんですね、本当に武蔵小杉みたいな完成するのかなっていうのが何十年もあったりするので、最後の方で買うといいかもしれないですだから大手がちょっと やるようになったとか、はい、そういうのが分かったらもうかなり他も来るんじゃないかとか、そういうのが、あ、なんか小ずるい感じがしてよし、じゃあこれで買おうか。ダメです。あとは金利。金利、金利が上昇する、いやー、可能性がある。うん、それは今固定で行ったものはいいような流れもある。家買うのと似てるからね。どっちですか、その辺は。どっちなのか。はい、金利ってやっぱりすごく不動産投資に直撃するので、やっぱり固定ですね。金利が上がるけども、長期的なことで言えばそっちの方が安くなるんじゃないかと。だけどももう一つ気をつけなくてはいけないのは、うん、はい、投資用不動産一生持つかどうか。例えば5年とか6年とか持ったら、うん、転売、売却していくんですね、うん、でそうすると別に固定じゃなくても、いいですね、確かに安い方がいいじゃないですか、うんうんうん、あ、そうか、うん、
あ、じゃあ賢い人って今ゼロ金利でいっぱい借金しながらバンバン買って、うん、金利上がったら売っちゃうってこと、はい、それも一つの手です。あれ、あれが不安です。何、あの、うん、まず借りてくれる人がいるか、うん、あと、うん、借りてくれた人が悪い 人だったら滞納したりとか、そう、全然立ち退かないとか、そう、あとは何かもしやボヤを出したりとか、あー、そういう保険的なこと、人が悪かった場合、人が悪かった場合確かにあるな、いろいろ、うん、そうですね、うん、ほとんどが保険で解決できることが多いですね、うん、それは大体その保険に入るわけですね。あ、そうですね、貸す側の人は、はい、それは結構な額がかかったりもするんですか。いや、うん、そんな高くないですよ。その建物、建物に入るんじゃなくて個人で入るんですけど、建物に入る、建物に入る、はい、うん、だから火災保険もそうですよね、うん、入居者が例えば家賃を滞納する、うん、ってすごい心配じゃないですか、うん、だけど今は、保証人っていうよりも保証会社に入ってもらって、うん、あったね、そうだ、そこを通じればそこが補填するわけですか。そうです、本当に払ってくれなかったら出ててもらったり、そういうなんか人と人との交渉みたいなのも代わりにやってくれると、そこまでもやりますね。あ、賃貸でいつか買わなきゃいけないのかななんてパラパラって見てると、うん、夏の昭和46年って私生まれた年その46年建てられたマンションがどえらい売られてるの、ほら、なんで46年ばっかり売られてるのと思って自分が売られてるみたいでなんかその安くね、なんか中古ですってで、みんなが手をつけてないんだって、同世代の人間が、そう、どうですか、そこら辺の常識はどっちなんですか、今流れは。ただですね、気をつけなくてはいけないのは、うん、マンションの場合、1981年に、うん、法律が変わったんですよ、はいはい、建築基準法が、基準法、うん、で、新耐震基準っていうのに変わったので、うん、その前の、マンションってやっぱりどうしても地震に弱いと思われてる、うん、実際どうかっていうのはマンションによって違うと思うんですけど、うん、思われてるので、うん、やっぱり価値的にはちょっとやっぱり下がってる、下がる可能性があると。どこら辺のアパートを買ってみようか。やっぱり山手線がいいな。山手線がいい。山手線の 枠ない、うん、永遠にやっぱあそこが東京じゃないかも。やっぱ南、下の方が、下の方がいいですか。芸能人がいっぱい住んでる。下の学生があんま住んでないか。大学の近くなんで。これどうですか。これいいよ、じゃない、建設的な。大学の近くいいです。いいですか、やっぱり。特に国立大学。国立は潰れ、潰れにくいってことですか。移動しないじゃないですか。移動しない。土地が国の土地だ。でも国立大学。国立大学です。でもね、巣鴨にあった学校がね、三鷹に引っ越したんだ。そういうこともありますね。笑ってるよ。安子さんが上京した時のことを話してくれました。どこ母さんが一番東京最初住んだの。うぐいす谷。田舎から出てきて、ウグイス谷を徒歩20分の5階建ての階段で5階で家賃6万円だったの。ああ、それ高いわ。足元見られてて、そこ私分かんないから、クーラーもついてないんだよ。だからそこ貸してた人はにんまりしてんだよ。そう、わーわーわー、田舎から来て騙されたんですね。そう、それで私4年も住んじゃったんですよ。住みやすかったんじゃないか。よし、はい、じゃあそこまで決まったら今のところじゃあ駅はどの辺にしようか。中目はちょっと難しいから、すると下北とか、まあでもアパートはいっぱい多いから、うん、じゃあウグイス谷にする。そうだな、なんかリベンジしたい。ウグイス谷に、ウグイス谷にちょっとじゃあ物件を探そうじゃないか、はい、うん。ダクマチの収益物件検索を使って先生と一緒に不動産投資物件探しをしてみるみたいですよ。一棟じゃないの。一棟マンションって書いてあるよ。区分マンション、区分店舗、区分マンション、マンション、はい、で上限200万だよ。300万以下だよ。300万以下、まず最初だって300万以下、はい、利回り 10% 以上、 10% 以上でいきます。そんな 10% 以上って何、どういうこと。おお、もう東京都で300万で41件あるぞ。じゃあとりあえず検索してみよう。八王子、八王子、
ば、300万でこんなマンションなの？マンションじゃん。180万安いよ、これにしようか。早いよ、決めんの。築年数でも1990年、28年経ってんだ。1990年って最近じゃんって思っちゃう。そう、キャインと同い年。キャインと同い年。1990年。楽しかったな。西八王子。4階建て4階っていいじゃん。最上階ですよ。いやそうだけど、これだからあれだ、エレベーターねえんだよ。あー、でも4階ぐらいだよ。若いから。私5階建ての5階建てみたいな。本当にね、あのね、忘れ物したら気づいても取りに行かない方が得だってなっちゃうの。本当ね、もうそうなんで諦めが、そう諦め、忘れ物は取りに行かないっていう坂の上の物件みたいな、そう癖がついちゃった。500から1000万なら、500から、あ、そうね、ね、600万で、そうそうそう、それ以上出しません。そんなことない。私たちの唯一の望み。あれ、ほら、正常に1100になったら一気に、1105、ほら、石神公園、公園もあるし、石神公園、ここがいいここにするか。選んだ不動産でどのように投資ができるのか、シミュレーターを使って見てみるみたいですよ。今買って、これ30年、これ20年後はどれぐらい儲けになってるんですか？465万。500万。20年経ってもまだ損ってこと？500万まで買って。そうだね。現金で買って、借金もしてないのに20年経ってもまだ損してる。だからみんな借金して自己資金を少なくして、転売する。例えば自己資金200万としますよね、で、いつ元取れますか、これで。ほら、208万。9年目で元が回収できちゃうんですよ、融資を。これ銀行で借りた方がいいってことになっちゃうんだ。そうです、不動産投資は、だけど、分かんないと不安じゃないですか、なので最初はちっちゃな物件を短期で買いましょうって言って、そしたら、お金、借金で買って家賃収入がある程度入ってペイできそうになったら売るってことですよね。プラスになったら明らかに今低金利だから借りて、あの運営してったものがいいのは確実なんですね。さっきおっしゃったように、本当に10年20年経ってやっと、ペイできたのかってことになっちゃうからね。それをだからたくさん物件をやることによってそういうのがどんどんプラスアルファになってくるってこと。リスク分散にもなる、なるしね。まだまだ心配ね、安子さん。最近の事件についても聞いてみました。これは分かんないからプロに頼んじゃうって。こういうことやっちゃうから私みたいな人がやっぱりちょっと騙されちゃったりとか失敗したりする。最近も事件ありましたからね。家賃保証とか、あのお客さんがつかなくても大丈夫ですよみたいなことを歌って、会社が頓挫しちゃったりとかする事件もあるじゃないですか。あったです ね、はい、ああいうのはどうしたらいいんですか。あれがなんで起こったかっていうと、土地を買わせてその上に建物を建てて、オーナーさんにね、オーナーさんに建ててもらって、そしてサブリースをすると。会社自体はリスクがないわけですよね。だからオーナーさんが全部負担して、でも家賃を保証するっていうんで、そこがまあ会社としては、リスクではある。それがやっぱり無理があったと。無理があって、で高いってことは結局貸し出す賃料も高いじゃないですか、だけどシェアハウスってすごく出入りが激しいので、収益が安定しないんですよ。高い賃料で保証しちゃったため、逆財源になっちゃった。持ち出しになったんです。会社側が自分でどんどんやんなきゃいけなくなっちゃった。で、持ち出しになって最後、オーナーさんに賃料払えなくなって破綻してしまった。シェアハウスってやっぱり収益が安定しないので、ほとんどの銀行がシェアハウスには融資をしないって言ってる中で、今回貸してくれる銀行があったと思う。それが金利 4.5。金利は高いわ、家賃は高いわ、オーナーさんやっぱりそれでも保証してくれるっていうことを信じちゃって今回みたいな事件になっちゃったって。そうだ、これはね、最後のなけなしのお金でやってる人もいっぱいいるからね。うわー、
これは本当勉強しないとダメですね。ちょっと勉強しないとね。ダメですね。うん、うん、本当に本当に。でもちょっとした勉強ですぐ分かりますよ。うん、本当普通は。その方外な感じがな。やっぱり私さ、拒否反応があるのがね、数字に。だからうまい話に乗らないからいいんだけど。数字苦手だもん。わーってなっちゃう。ズラさんはどうですか、はい、あのお金今後どうしていくかとかいろいろ考えてますか。いや、なんかね、増やそうと思ったことはないんですよ。この仕事引退するまでにちゃんと貯金して、うん、でもうあと働かなくてもいいようにしたい。引退したら、うん、健康とボケ防止のためにカフェをやりながら、うん、あの手芸のお土産屋をやりながら、うん、で、あの、うん、そこでの収入はもうプラマイゼロでいいんですよ。儲けゼロ で貯金は赤字は困っちゃうもんね。赤は困る、うん、プラマイゼロに して収入ゼロ円 で、うん、でこの貯めた貯金で生活をあの流れていくっていう、うん、それで最後食いつぶして死ぬっていう人生の設計なんですよ。安全で、うん、あの失敗をせずにも働いた分だけちょっとずつ貯まっていけるリスクを負わなければもうトントンなんだからね。基本的には損することはないからね。そうなんです。その考えも別に間違ってはないですもんね。てんてんてんみたいな。だからもう今預けとくだけでもリスクっていう人もいるから。リスク分散ですよね。あの全部現金で持っておくと怖いですよね、はい、怖いのは、うん、一つはそのまあ、インフレとか、ね、うん、日本が破綻して、ハイパイ。そんなことあるんですか？すげえ笑ってる。何が起こるか分かんない。そうなんですよね。それってどうしたらいいんだろう？怖いよ。うん、そしたらやっぱ不動産。だそのためには、だからリスク分散をさっき言ってたよね。なんか現金だけで持ってるとそういうリスクもあるから、やっぱマンション買った方がいいのか。いろんなこと分散。でもオリンピック終わったら下がるよっていうから、オリンピックまで待ってっていうんだけど、オリンピックが終わったら経済がむちゃむちゃになるよっていうし、どうしたらいいんだろう。光浦さんファンドっていうのを作るんですね。え、ファンド。イメージ。イメージ的にですよ。で、その中に、例えば65歳に1000万を儲けようとしたときに、例えば1000万あるとして、そのうち投資にじゃあ1割を投資に1割ぐらいだとまあなくなってもいいじゃないかと思えるじゃないですか。でその分を何か少しずつ回していって自分が65歳になった時に積み立て的なね。いや例えば250万ってあったじゃないですかさっき。ああいうのを例えば1個持っておいて、あとは株をちょっとか投資信託みたいな。だから結局不動産の勉強するイコールやっぱりそのお金のついてを考えるってことにつながってくるんですね。うん、じゃあ駅近の何かとりあえず1個それじゃ何があってもその物件は自分のだから。ダメ、最悪そこに逃げ込んで寝泊まりできるっていうシェルターがあったらちょっと人生をホッとするもんね。逃げ込めるとこがあるって、うんうん、だから投資のいろいろ一つとしてまあ不動産を考えると、はい、考えますですかね、はい、ポチッと買ってそれでお金振り込んで管理会社の電話で任したら全然どこにも行かないでできちゃう。委託するのこの物件僕のですからちょっと借りるようにお願いしますって大丈夫ですよ芸能人だとそうだよ。俺の方に来そうじゃん。天の地の物件が壊れてたとか。あ、奥さんの名前すればいいじゃん。いやいや俺はもうだから管理会社頼んじゃってるから俺の名前は出ない。今だから最初に買ったやつも貸してんだもん。もう名前出ないようにできるんですか。できるできる。だって会社にしてるから。そうそうそう。個人会社。そうそうそう。もう税金ももうやってない。ああそうか。みんなやってないんだ。うん、あのみんなみたいに個人会社作ってないもんで、うん、税金もむちゃくちゃだし、うん、もう嫌いなし。認められるな額が。そうだも私本当に多分ねだいぶ損しとるっぽい。ちょっと賢かったり節税とかしてたらもっとなんか。うんまとまった収入がドバッと多分人生あったと思うけど、いや今からでも遅くない。あとニーサの積み立てとかじゃない。あ、ニーサの積み立てもいいと思いますよあの税金かからないやつで積み立て投資信託普通株やると税金かかるから、それを無税にしてくれる政府が。その代わり年間120万とか積み立てだと40万だったりとかしたら税金がかからない。それをずっと何十年もできるの。そうしたら何貯金みたいな。そういうことそういうこと。リスクもあるよ。元本割れちゃう株が失敗したらリスクもあるんだけど、でもほぼ積み立て貯金と変わらない、うん、税理士さんそんなの教えてくださいD2E です
ですよ、きっと。不動産の株式みたいな。あ、そうそうそうです。あの大手の会社がいっぱいこう不動産を、うん、都心のビルとかを買うんですよ、うん、俺たち自分でプロで見れないじゃん。わかんねえ、うん、そういうのをプロが見て、まあ、ある程度儲けが出るやつを選んで、その配当だけくれるっていうリートっていうのがある。どれぐらいの配当なんですか？それは私やってるのは 6% ですよ。いやーそれすごい。ゼロなのに預けといて今。へえ、6% つくんだもん。利子がつく。ただやっぱりリートなので株だから、こういうまた元本割れってこともあるんだ。あるし、株なので、うん、まあ。あの潰れることもあるし、会社が1000万ぐらいの、ね、6畳1間1000万だと6畳1間もない。いや、ありますよ、1000万以内で。あの6畳1間っていうかワンルームなので、学生とかはもうそれで十分。それでキャッシュで買うのが一番いい。キャッシュで一括で最初はね。三ツ橋みたいな性格の方は多分すごく慎重なので。怖いですよね。なので、あの管理がしっかりしてる会社のものを買えばいいんですよ。ワンルーム専門の会社で、うん、何にもしなくてもいいんですよ。その代わりそんなに利回り良くないんですけど、都内っていうか、もういいところですよ。そういうのがいいじゃん。じゃあそれが一番いいんだ。ご視聴ありがとうございます。楽町チャンネルでは初心者でも安心して不動産投資ができるように、中立な立場から本当に役立つ動画を作っていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。